もしや明智。今の自分は一介の僧、天海でござる。こたびの用件は他ならぬ藤吉郎のことです。増長止まらぬ藤吉郎は霊石を集め過酷な攻勢に出ております。結構なお足でした。機内と北陸をほぼ制圧、次は紀州、四国、東海へ軍を進めるかと。このままじゃ荒れる一方ね。さよう。この国は滅ぶやもしれませぬ。じゃあそろそろ反撃を始める。家康殿は先に打って出られました。決戦の地は小牧長久手になりましょう。利休と申します。なんとか藤吉郎殿を止めてくなはれ。私めも全力で後押しさせてもらいます。来たか。茶も出せんが、まあゆっくりしていけ。お前と俺は二人で秀吉天下を取ったらこの国を半分やる。どうだ。では官位はどうだ。あの信長と同じ右大臣くらいで。価値がわからんとは所詮あやかしか。じゃあやっぱりこれか。欲しかったら拾え。強情なやつだな。だが死ぬ奴には何もやらぬ。まだだ。あれがあれば俺は。